はい、皆さんこんばんは。今日はですね、昨日から借りているレンタカーキャンターのですね、ちょっと走った感じのインプレッションしてみたいと思います。まずメーター周りですけど、そうですね、左側にスピードメーター、そして燃料計、右側にタコメーターとですね、下の方に見えるのが、尿素でしょうかの、タンクの量ですね。でメーターのセンターあたりにですね、水温計とかですね、オドメーター、それからシフトインジゲーター、それからカレンダーですね、なんかの、マルチインフォメーションディスプレイがついています。はい、こちらを見ますと、ナビとエアコンですね。はい、ではです、今日はこのキャンターのですね、走った感じちょっと撮ってみたいと思います。出発します。ギアを入れて、はい、走った感じはこんな感じ、走った感じはこんな感じって広いですね。オートマなんでしょうかね、オートギアシフトですかね。私が普段乗ってるイスズのトラックに比べてだいぶ変速が滑らかですね。トルク感はですね、イスズの3リッターの方がいいんですけども、この感じは、三菱のこのキャンター君の方がですね、非常に滑らかで、アクセルペダルが軽いのでですね、乗用車のように走ってくれますね。なんでしょう、初心トラックらしくはないんですけども、初心者の方とかにはですね、非常に、乗りやすいんじゃないかなっていうところが印象ですね。加速もね、こうぐーっといい加速してます。メーターパネルも綺麗ですね。はい、なんかそのデジタルのところにこのギアの表示、しかもこの何でしょう、手動でですね、こういうふうに減速できるんですね。なんか最近のスポーツタイプの車みたいですね。そういうところもですね、非常に魅力的ですね。はい、走った感じはこんな感じです。皆さん何か選ぶときの参考にしていただければなと思います。どんな動画ブレブレですいません。